Zoom。 もしもし。もしもし、吉田です。ご苦労様です。ハワイの南です。ハワイの南。ハワイに寄るんだったらもう、うん、もっと近づくけれども、うん、まあ、これ以上近づいてもメリットがないので、もう、ハワイは、うん、沖合200キロぐらいを通り過ぎる感じかなって今考えてるところです、うんうんうん、いいと思いますよ、それで。次に可能性があるとマリアナ諸島っていうガムサイパン、はい、もうちょっと北に上がると小笠原とかね。でもそれも寄らなくていいです。松山さんは一切寄り道を許してくれない。もしもし、辛坊さん、小倉です。ご苦労様です、ありがとうございます。元気ですか？天候が良くてですね、はあ、風もいいもんですから、うん、逆に考えることがいろいろあって、はあ、そうするとね、うん、なんで俺ここにいるんだろうとかね、そんなこと考えられますね。知りませんよ、ちょっと。こっちが聞きたいですよ、ちょっと。今、ハワイの近くまで来てるんでしょ？だからね、もう、うん、小倉さんの、ラーメン屋に寄って帰ろうと思って。ああ、そうそう。言ってくれればね、ごちそうしますよ。もしもし。あ、もしもし、白くです、どうも。辛坊さん、実はですね、今、はいはい、辛坊さんのことがネット上で結構話題になっておりまして、ほうほう、辛坊さんがヨット出発前に予言したことが当たっていると SNS で話題になってんです。でもこれね、予言が当たってるって言ったらよく読んでみるとね、オリンピックの観客を入れる、無観客は絶対にないって言い切ってるんで、今回無観客って決まりました。だから予言まで実は当たってないですここ外してますよ、しますどうも、飯田でございます。はい、ご苦労さんです。いや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 今日もリスナーの方からメール届いてます。はいはい、どうぞ。辛坊さん、昨夜は七夕でしたが、太平洋上での天の川は見られましたか？こっちの時間で言うと時差1日だから今日が7月7日なんだけど、ですよね。天の川すっごい綺麗に見えてるよ。あら、そうなんですか。いや、七夕おめでとうございます、うん、なんかお祈りしました？お祈りですか？うん、お祈り。いや、そんなロマンティックな気持ちにならないね。とにかくね、そうなんですか、サバイバーだからね、うん、じゃあちょっとこれから考えるわリスナーの皆さん、ヨットで日本に帰ります。7月15日木曜日、時刻は午後3時半を過ぎました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送飯田浩司です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。はい、木曜日、飯田直沙です。はい、うん、オープニングのところでね、はい、辛坊さんとつなぐ5時で辛坊ですのハイライトをお送りしてますけれども、この BGM の選び方っていうのがこのディレクターの腕の見せ所だったりしますが、いや、随分と陽気なものを選びましたねこれまあ、ハワイのちょうど南を行っているという、ね、その雰囲気を醸し出すような、はい、いや、このまま行くといろんなところでサボって帰ってくるんじゃないかみたいなね、ほのめかしもありましたけれども、ねね、いやしかしね、辛坊さんもハワイからこれハワイの南の方行ってるってことはもう大体貿易風は掴んでってことなんですかね、うん、みたいです、ね、そうするともうここから先は楽ちんで帰ってくるのかどうなのか。割と帰りはね、順調になんか早めに戻れそうな気もなんとなくしますけど ね、なんかそんなね、話もありますが、まあ、後ほどね、5時の辛坊です、またつなぎますんで、はい、そこでいろいろ聞いていければと思いますが、はい、7月15日でございます。今日は日本放送67回目の開局の日でございます。そうなんです、誕生日、日頃のご愛聴どうもありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これからもニュース、エンタメ、スポーツ、まあ、リスナーのあなたが楽しめる番組を発信してまいりますんで、はい、引き続きご愛顧のほどよろしくよろしくお願いいたします。お願いいたします。飯田君が頑張って皆さんを幸せにしますから
を言ってるんですか。いやもうその辺はですね、松山アナウンス室長を先頭に我々はそれをこう支えるのみという感じで、ラジオを聞きの方と一緒にね、本当にね、そうそう行きましょうよ。番組スタッフがなんじゃこらって言いながら今うんざりしてますけど、本当になんだこの小芝居はみたいなね。この7月15日ですね、こういろいろこうね、調べてみるわけですよ、うんうん、まずこうね、辛坊さんは これをやったらおしまいだって言ってましたけど、やっぱり日付で今日は何の日とか調べちゃうわけですよ。はい、はい、そうするとですね、うん、1983年の同じ7月15日、はい、あの任天堂が家庭用ゲーム機ファミリーコンピューターを発売したという、ファミコン、ファミコン、あの日本放送とファミコンはですね、全く同じ誕生日という、まあ、向こうは30だから俺の2個下か、37 こちらは67ということですね。そうなんですよ、40年の差があるわけですけれども、うんうん、このエンタメ業界にね、並び立つ2強みたいな。これぐらい言っときます、サラリーマン的で大丈夫ですかね。いや、ファミコンはもう我々世代はですね、もう完全にこう子供時代を彩った、ものの一つでありますんで、もうこれ新聞記事でもですね、スーパーマリオブラザーズ、ゼルダの伝説、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーと、こういろいろね、出てきております。私、前も話しましたけど、一番最初に買ってもらったソフトが、スーパーマリオブラザーズではなくて、ドナルドランドというね、言ってましたね。非常にマニアックなソフトで、このドナルドランドのドナルドがね、ディズニーのドナルドダックではなくて、マクドナルドだったというですね。ね、いいじゃないですか、なんか、我が道を行く感じで。我が道を言って褒めてないっていう。褒めてますよ。いやー、懐かしいですね。原始的なこうソフトがいっぱい家に転がってたなっていう、野球とかね、ベースボールっていう名前の野球のこうソフトがあって、ね、もうそれこそ投げて打つだけみたいな感じ、それでもでも当時はなんか画期的っていうかね、そうそうそう、楽しくてね、でそのうち選手ごとのこうパラメータが出てきてね、うん、でも選手の実名使っちゃいけないから、ファミスタって、ファミリースタジアムってありましたが、はい、4番がG のチームの4番がタラっていうね、黒マテとかね、そう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 、あと確かチーム数をそんなに多くできないんで、なんかね、電鉄チームをまとめてレールウェイズっていうのがあったりするソフトがあって、あの当時ほら阪急があって近鉄があって南海があってっていうですね、こう電鉄が持っている球団っていっぱいあったんですよ。まあ阪神もそうだったんですが、ね、だったんで、なんかそれをね、パリの球団まとめてみたいのがあったりしましたね。そう、懐かしいですね。そうそう、そんな時代が、83年から始まったね。はい。で、日本放送開局は1954年なんですが、うん、この年何があったかっていうとですね。何があったんですか、飯田さん。当時思い出して教えてください。私当時まだ生きてないですからね。ちなみに言うと、うちの親父が生まれた直後ぐらいですから。はい、マリリン・モンロー来日。ボーイング707初飛行。そうですか、そうですかと。知ってますか、ジェット第一世代というですね。そうなんですか。知ってるんじゃないですか。いや、後々ですよ、こういろいろ。エンジン4発ついてるジェットだったんですけれども、4発だったんだけど、こうサイズ的には通路1本でみたいなね。そんな大きなものは作れなかった時代の。でも、ジェット機ができて、で、これで、例えば、太平洋も横断できるぞとかですね。途中に、こう、寄港地を少なくして、世界が縮んできたっていうようなですね。このジェットを使った、飛行機っていうのがいろいろ出て、デハビラントという会社がコメットというものを作ったりですね、あとはコンベアというところが深さとしてはそのくらいでいいんじゃないですか。あ、そうですか。もう潜んなくてもこの辺、ここに鳥海さんがいたらまたね、またね、盛り上がりますよね、これね。また増山さんがいろんなこうお絵かき、ね、お絵かきを始めてしまうというのがありましたが、日本初の缶入りジュース発売、太陽族の登場、流行語はサブリナシューズ、シャネルの5番ロマンスグレーというところだったそうでございます。1954年、まだ保守合同の55年体制になる前というね、自由党と日本民主党というのがまだあった時代。なるほどね、
さすが飯田さんです。おそらくこれ吉田政権から鳩山政権に変わってという時代だったと思いますけど。そうですか。当時はどんなことして遊んでたんですか。いや、やっぱ俺たちも米語を回したりとかさ。知らないですからね。私は全く知らないですから。すごく無駄にこの放送時間使ってますよ。本当ですね。はい、オープニングも10分経ってるというところで。そうですよ。はい、株と為替いきますか。はい。いいですか。どうぞお願いします。はい、今日の東京株式市場、日経平均株価続落しました。昨日と比べて329円40銭安い 28,279 円9銭で取引を終えました。国内の新型コロナウイルス新規感染者数の増加が引き続き懸念される中、為替市場で円高ドル安が進んだことが嫌気され、自動車や機械系など輸出関連株の売りが進みました。うん、で為替は現在1ドル109円75銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと80銭ほど円高になっています。さあ、ズームそこまで言うか。この後3時台のニュース解説コーナー、ズームオンは、お酒を提供する飲食店への2つの要請、政府が相次いで撤回というニュースです。これね、先週飯田さんも触れましたけれどもね、うん、怒りすぎちゃって本当箱崎アナウンサーの中継忘れるぐらいでした。忘れかけました、ね、でもね、こうやってね、大きなニュースにね、発展しましたから ね、 で、4時台は新型コロナ、そして東京オリンピック、物流を支えるトラックドライバーの厳しい実態とは、ということで、元トラックドライバーでフリーライターの橋本愛希さんにお話を伺っていきます。はい、5時のオープニングは5時の辛抱です。ですね。で、まあ、ここのとこ、とてもご機嫌よく電話に出てくださるので、今日もね、大丈夫だと思います。はい、で、5時台のズームオンでは、自民党の二階幹事長が、ムンジェイン大統領の来日を要請、日韓首脳会談の行方にズームします。さあ、ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。で、木曜日は番組のエンディングでかかる辛坊さんに届けたいリクエスト曲も大募集です。また、辛坊さんへの、ね、質問、それから辛坊さんに伝えたい日本のニュースもお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいています。この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、毎週木曜日は飯田アナウンサーとお送りしています。はい、お願いします。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。菅総理大臣が昨日 IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長と会談しました。その中でバッハ会長は、コロナのリスクを我々が持ち込むことは絶対にないと語りました。モデルナ製の新型コロナウイルスワクチンについて、厚生労働省が接種対象年齢を現行の18歳以上から12歳以上へ拡大する方針を固めたことが分かりました。日本を含む太平洋地域に向けて航海中のイギリス海軍の空母打撃群で、新型コロナウイルスの感染者が相次いでいることが分かりました。BBC は100件ほどに上ると伝えています。アメリカのバイデン大統領が16日に開催される APEC アジア太平洋経済協力会議の非公式首脳会議に参加することが分かりました。自由で開かれたインド太平洋戦略を強調する方針で、影響力を広げる中国への対抗を示唆しています。 EU ヨーロッパ連合がハイブリッド車を含むガソリン車の新車の販売を2035年に事実上禁止する政策を発表しました。また、環境規制の緩い国からの輸出品に事実上の関税を課す国境炭素税を世界に先駆けて導入するということです。ということで、フラッシュニュースをお伝えしましたが、まあね、この IOC のバッハ会長が、すでに来日をしておりまして、まあこの後は広島の訪問であるとかっていうのもね、予定されているということですけれども、まあまあ、なんというか、こう、いちいちニュースになってしまうなという感じもありますが、コロナのリスクが
を我々が持ち込むことは絶対にないと語りましたっていう。絶対にないと。まあ、どうしてこういうことを言っちゃうかなって感じはね。まあ、あとはこの我々っていうのがどこまでを指すのかっていうところもあるんだろうなと思いますね。確かにその選手、並びに関係者、選手の 85% ほどはもうすでにワクチンの接種済みであって、そして、まあ、関係者も IOC の関係者に関してはほとんどワクチンを打っているということを、確かこの時にも合わせて言っていたと思うんですが、まあ、その辺を念頭にして、我々が持ち込むことは絶対にないというふうに言ったんだろうと思いますけれども、うん、まあ、その辺にその、じゃあ海外からのメディア等々っていうのがどこまで、バブルの規制の中にいるのかっていうようなね、ことまで考えると、そしてそこについてっていうのは、じゃあ誰が管理するのっていうのが、いまいちこう、五者協議何度もやってもあやふやなままになってるよなっていうのは、確かに、この周辺のですね、ホテルの周りにも、結構こう、海外クルーいるなみたいなんですね。もうバッジを下げてっていう人たちがいるんですけど、まあその人たちがいつ来日したとか僕らには全くわからないですからね。まあその辺がね、一部報道なんかもされてますけれども、そうは言ってもあと1週間ですからね。そうですね。ねえ。いやいや、まああとは成果がどういう形で灯されるのかっていうのが、そこだけはこうトップシークレットになってますんで、ね、先週、春日さんにお越しいただきましたが、そこが一番注目だし、春日さんも、曖昧な、こう、笑みを浮かべてましたけど、どこまで知ってんだろうな、この人。春日さんはね、ご存知なんですかね、本当に。どうなんですかね。いや、そもそも論として、本当、今度春日さんに会ったらいけないのは、あの時、無観客って知ってたんですかっていうんですね。翌日には無観客が発表されてですね、へーっていうことに、私のチケットがっていうことに。そうですね。なったんですよ、はい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 、もう本当に。残念ですね。ね。まあ、もうね、ここも、去ったことを言ってもしょうがないんですけれどもね。さあ、それから、自由で開かれたインド太平洋に向けてということで、まあ、バイデン大統領は APEC の非公式首脳会議に参加すると、まあ、今回、議長国は、ニュージーランドだということだそうですけれども、まあ、ニュージーランド側としては新型コロナ対策の経済対策を話し合いたいというようなことを言ってますが、まあ、当然ながらアメリカが参加するということになると、自由で開かれたインド太平洋、この戦略を強調する方針であるということが伝えられています。されているということであります。で、まあそれの具体的な動きっていうのがいろんなところに出てくるっていうところが、このその前のニュースで出てきた、日本を含む太平洋地域に向けて航行中のイギリス海軍の空母打撃群、はい、空母クイーンエリザベスとその打撃群ということで、まあ周りを固める艦艇たちというところなんですが、まあその中で新型コロナの感染者が相次いでいると、まあ昨日あたりからですね、BBC などまあイギリスのメディアを中心に報道し始めていて、イギリスのその BBC などを読むと、もう国防大臣が記者団にすでに答えていて、乗組員は基本的に全員、ワクチン打ってると、それも2回打ってるんだと、で確かにワクチンそのものがその感染を完全に予防できるものではないというのは前々から言われてましたけれども、ある意味それがここで証明されているというのはそれはそうだろうと、だからまあ無症状なりなんなりでこうウイルスそのものは持ち込まれてしまって、でそれが、発症する人も出てくると、まあ、ただこの空母打撃群全体で大体3700人ぐらい、乗組員だとか、まあ、乗員含めているということなんですが、その作戦行動に何か影響があるというようなものではなく、そしてこう事情はコントロールされているというふうにもすでに説明がされております。まあコロナの前からこの長距離をこう航行する船、これはもう艦艇もそうだし、あるいは民間の船もそうですけれども、やっぱ感染症ってものに対しての対策っていうものは、これもう昔からのですね、まあそれこそ有史以来我々が船を使い出してからの課題というところでもあるので、まあで特に近代になってからその大きな船を出してたくさんの人を乗せるとなってからっていうのは、まあそこが非常に、ポイントとなってくるということもあるんで、例えば隔離をするためにこう船室をいくつも分けられるようになっていたりだとか、まあいろんな形になっているので、まあこの辺っていうのはコントロールしながら当然やるんだろうなということであります。で他方そのワクチンを打ってて
ても一定程度こう感染する人が出るであるとか、じゃあワクチンを打った上で感染をした人のその病状がどうだとかっていうのは、ある意味この密閉された空間の中で、一人一人完全にモニタリングができる状況の中で起こっているっていうのは、いろんなデータがこれ本当は取れるんじゃないのかなっていう。で、まあこういうところのリスクとも背中合わせになりながら国を守るっていうことを、まあ自衛隊も含めてですね、各国やらなければならない今状況であるということは間違いないので、この知見の共有というのも非常に大きくなるだろうと。で、こういうものをですね、まあ、日米同盟ありますけれども、うん、日本は、本当、アメリカのみならず、いろんな国と、こう、訓練ができる、というのは、実は非常に、こう、環境としては、大きくメリットがあるんだぞっていうの。これは、自衛隊の関係者とかに聞くと、いや、だって、例えば人民解放軍見てくださいと。じゃあ、一緒に合同で訓練やりましょうっていう時に、同盟国として訓練できるのがどこかって言ったら、もう、実情の同盟国であるロシアぐらいとしかできないんですよと。で、まあ、救難救命訓練とか他国でね、やる災害についての対応の訓練とかっていうところに人民解放軍出てきたりっていうのは、まあ、確かにあるはあるんですけど、そこで完全に手の内を出すわけではないし、と考えると、まあ、我々この他国と手を取り合いながらっていうところのメリットっていうものは結構計り知れないものがあると、こういうところは、まあ、認識されてもいいんじゃないかと思います。では今日最初に特集する話題、こちらになります。お酒を提供する飲食店への2つの要請、政府が相次いで撤回。新型コロナが感染拡大する中、政府が打ち出したお酒の提供を続ける飲食店に対する2つの要請が波紋を広げています。一つは新型コロナ対応を担当する西村大臣が8日の夜に記者会見で明かした要請に応じない飲食店への金融機関からの働きかけ。そしてもう一つは酒類の販売業者に飲食店との取引停止を要請するというものです。共に業界団体や世論からの批判を浴び、相次いで撤回するという事態になっています。まあ、これについては先週もうね、日田さんがもう先駆けてね思ってたんで、はい、もうまあ語り尽くしたところはあるんですが、うん、ただね、これまあ確かに西村大臣ものすごくこう批判はされているし、はいはい、政権にとってもね打撃だっていうような話があるんですが、うん、一方でこの例えばこの種類をね、販売しているまあ卸のような業者も飲食店がもう今相当振るわない状態になっているので、かなり売り上げが落ちていると、うん、でこれに対して月次の協力金であるとか、まあ補助金がですね出てるんですけれども、これちょろちょろ報道されるようになりましたけれども、東京都の例など、あるいは愛知県もやってるということなんですが、うん、卸に対してのこの月次の補助金、まあ法人で20万円が月の上限になってます。でこれ前の年か、あるいは前の前の年、コロナの前の年の同じ月と比べて、5割以上収入が減った、うん、ところに対してこの協力金が出るという話なんですが、この誓約書の中にですね、取引している飲食店がもし隠れて酒出してたら金は耳揃えて返してもらうからなっていうような、まあこれは威厄ですが、この一文があって、うん、お前これにサインしなきゃ金は出さねえぞっていうですねことになっていると。だからこれ国レベルでこういうことが起こってますけれども、うん、一方で実務レベルではすでに、これが乗っかっちゃってて、でそれが補助金出す条件にまでなってるってところが実はあるんだっていうのがですね、いやってこと考えるとそっちの方が白質なんじゃないのっていうのが一点と、それからこの西村さんに関しては他にもいろんなことをやってて、それこそグルメサイトで、作ってくれたら報奨金みたいな話とかですね。これはいくらなんて、先週の隣組選手じゃないんですから、こんなことやっちゃダメだろうというのが一点と、それから、広告を出すときも、こう、お酒を出してるかどうか、そういう店の広告はちょっと考えてくださいね、みたいなのも、メディアに対しても何か検討中だということは撤回はしていないし、なんかね、こう、許認可行政を盾にとってですね、こう、民業に対していろいろ圧迫するっていう、いやこれはもうなんかね、20年30年時計の針が巻き戻っちゃったのかっていうようなことになっているなと思います。はい、質
7月15日木曜日、時刻は午後4時を過ぎました。改めましてこんにちは、日本放送飯田浩司です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで毎週木曜日、飯田アナウンサーとお送りしています。はい、ご意見いただいてます。はい、ありがとうございます。40代の高知県にお住まいの勝手にユービームさんか、ユービームさん、ありがとうございます。飯田さん、はい、キリンが経営するビアレストランが飲み放題プランの終了を発表しました。うん、マジっすか。コロナが終わったら飲み放題でとことん飲むぞと思っていましたが、新しい生活様式というやつでしょうか。これからの時代は飲み放題もなくなってしまうかと思うと少し寂しいですと。そうですか。なくなっちゃったりするんですかね。飲み放題なくなるんだ。キリンシティでしょ。ああ、そうっすか。いやー、もうだってこの東京のあたりはね、緊急事態宣言も出てるっていうことで、はい、デパートだとかね、ビルの屋上でビアガーデンなんてあるじゃないですか。もうそういうのも軒並みもう今中止になったりとか、まああってもソフトドリンクだけですよみたいなですね。いや、まあの光景がもうもはや懐かしいというかね、いや、そうっすよね。そうっすよね。今綺麗なビルになっちゃいましたけど、この有楽町日本放送の近くにも、ニュー東京っていうね、はい、もうビアレストランがあって、はい、そこの屋上のビアガーデンなんていうと、ジンギスカン食いながらですね、こうビールをこう、ジョッキでも飲み放題でっていう。もう誰が出てきそうな、もう、飲めの意味で。本当にね、もう、こう夏の楽しみだったのになというのがね、なんだか、もういろんなことが肩身の狭くなる世の中になっていくのかなと思うとね、いやー、ほら、昔の人も言ったじゃないですか、白川の清き流れに鵜を澄まずという話ですよ。昔の人ですからね。いや、昔の人じゃないですよ。そういうエピソードがあったんだろうなという話でね。はい、ねえ、いや、でもほらね、やっぱこう、なんというか、もう全てが清く正しく美しく品行方正というようなもんでもないじゃないですか、と思うんですけどね。まあそんなこと言うと、いや、感染をどうやって予防するんだと、人の命はとか、まあ、そこは大切ですけどね。なんていうかこう人間の心のゆとりというか、ちょっと遊びの部分みたいなものが ね、 そうなんですよね。なくなっちゃうとね、心配ですよ ね、 ね、これからワクチンがもうちょっと普及していけばですね、まあその辺安心して飲めるような世の中になるのかなっていうふうなことも思うところなんですけれどもね。いや、でも飲み放題なくなっちゃうのか。いやー、本当に、あとツイッターとかでですね、はい、あ、懐かしいねファミコンっていう話はいろいろいただいたんですけど、さっきのそう、レールウェイズっていうのがあったじゃないですか。そうそう、西武と、それから南海近鉄阪急と、はい、あったんですけど、パリーグってもう2チームがですね、日本ハムとロッテだったんですよ、はい、でそこで飯田さん、フーズを忘れてますよってですね。あったね、フーズ。そう、チーム名で本当にあったんだ。いや、そうなんですよ。もうメモリが足らないから、フーズで一塊と、はいはい、レールウェイズで一塊で、パリーグが乗りましたって言ってるけど、パリーグ2チームしかないみたいなんですね。そういう便宜上のこうくくりみたいなのがあったっていう、むっちゃマニアックな話ですね。ですね。その辺の話してるとね、もう好きな方尽きないでしょうけれどもね。そう、はい、負けるがかしさん、ツイッター、ベースボールっていうこのファミコンソフトの話もちょっとしましたが、内野手が打球を避ける。あったあった。なんかね、変なところにボールが飛ぶと、内野手がなぜかボールからどんどん離れていくっていうね。なんでですか。いや、プログラミングが多分、球打ったら、セカンドはセカンドベースに行こうとするんですよ。で、一、二塁間をこう抜けていく球で、お前セカンド飛びしか取れんだろって球なのに、セカンドどんどんボールから離れていくみたいなことをですね、なんだそれって思いながらこう見てるっていう。まあ今のゲームで遊んでる方にはちょっとね、ピンとこないですね。ピンとこないと思いますよ。今あれだけ滑らかにね、こう動くのを考えると、もうだって右と左にしか動かないみたいなキャラクターいっぱいいましたからね。もはやほら、昨日の吉田アナウンサーなんてあれでしょ、もう 3D の世界ですからね、こう目になんか使って。おじさんにはよくわかんねえな、そういうのは。おじさんにはね。でも、吉田さんのがだいぶ先輩なんだ、ね、おじさんですけどね、本来ね。まだまだご意見はお待ちしておりますので、こちらまで。メールは zoom@1242.com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、エンディングでね、かける辛坊さんに届けたいリクエスト曲、ほいほい、それから辛坊さんへの質問、辛坊さんに伝えたい日本のニュースなんかもあれば書いて送ってください。
お待ちしております。この後はですね、コロナやオリンピックで厳しい状況になるトラックドライバーの現状にズームします。日本放送ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。新型コロナ、そして東京オリンピック、物流を支えるトラックドライバーの厳しい実態とは。新型コロナウイルスの影響で宅配需要が高まっています。これを支えるのは、今お仕事中でラジオをお聞きかもしれませんが、トラックなどで荷物を運ぶドライバーの皆さんです。コロナ禍でトラックドライバーの労働条件が過酷になっていることはすでに伝えられていますが、来週金曜日には東京オリンピックも開幕し、物流業界はさらに厳しくなることが予想されます。この時間はそのあたりのお話につきまして、元トラックドライバーで、トラックドライバーにも言わせての著書もあるフリーライターの橋本愛希さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。こちらこそ本当にとんでもない。いや、このトラックドライバーにも言わせて、はい、新潮新書から出ているんですが、うん、私本出したのと本当同じぐらいのタイミングで、ね、そうなんですよ。で、あれ、案内がね、はい、今週出るのはこんな本ですよっていうのが出た時に、はい、あ、こんな本が出るんだ、面白い本が出るなと思って読ませていただいた。ありがとうございます。いや、でも本当、今、増山アナウンサーからもありましたけど、ラジオ聴きになりながらね、お仕事されてるって方も多いと、だら僕らも、いろんな、こう、エピソードとかをね、メールでお寄せいただいたりなんかして聞くところもあるんですが、でも、はい、いや、知らないこと多かったなっていうね。そうですね。びっくりしました、本を読んでいて。嬉しいです。でね、あの本はそうコロナの直前に出てるので、はい、その後またっていうところも、そうですね、いろいろこう変わってきてると。 ね、去年はシャワーも浴びらんなくなったんだよっていう話がね。そうなんですよ。もともとトラックドライバーさんって、実はガソリンスタンドに無料で開放している、シャワールームがあったんですけど、それがちょっとやっぱりコロナの影響で1週間ほど閉まったんですよね。で、その閉まっている間にトラックドライバーおばあさんたちがシャワーを浴びれないっていう風になってしまったんですけど、彼らにじゃあどうしてたのかっていう話を聞いたら、そのコンビニに即席麺のお湯あるじゃないですか。はい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 。魔法に入ってるあのお湯ね。そうそうそう。はい、あのお湯を、タオルに湿らせて、で、それで体拭いていたり。なんか涙ぐましい努力ですね。あと、まあ、トイレで髪の毛洗ったり、で、びっくりしたのが、その、ガソリンスタンドの洗車機あるじゃないですか。はい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 。あの洗車機のお水で、顔も体も、歯も磨いたっていうドライバーさんがいたんですよね。マジっすか？うん。だからすごいな、これ。でもね、それが彼らにとっては、なんだろう、私が救われた点としては、彼らがすごいポジティブだったんですよ。橋本さん聞いてください、僕は洗車機で体洗いましたみたいな。もう笑い話みたいな感じで。そうそうそう、武勇伝的なね、うん、ちょっと救われました。いやー、本当ね、そんな中でも前向きにやっているという方々がもう全国各地を走り回ってて、はい、で、しかもね、目に見えるところだとこの配送で、個々のお家回ったりとかいう人たちね、セールスドライバーさんたちとかも見えるけど、はい、大きなトラック動かしてる人たちは本当何日も家に帰れずずっとね、出てるっていうような話ですもんね。そうですね。B2B の人たちは本当に、世間の人たちとの共通点っていうと、道路しかほとんどないんですよね。で、彼らが存在感をこう増す瞬間っていうのは、その、路上駐車とか、その、ノロノロ運転とか、その世間からクレームを言われる時だけにこうなんかピックアップされてしまっているけど、結局、今、皆さんの目の前にある、99% 以上のものが一度はトラックに乗ってるってことを考えると、もうちょっと彼らにスポット当ててもいいんじゃないかなっていうのをずっと思っていて、それがきっかけで本を出したっていうのもあるんですけど、はい、橋本さん、もともとその元トラックドライバーという経歴、はい、今ご紹介もいたしましたけれども、はい、これ、やっぱ、生まれ育った時からやっぱりトラックだか物流ってのも身近にあった感じなんですか？実はですね、父親が金型を扱う工場を小さい、私がね、物心ついてる時から経営はしていたんですけど、なので物流のトラック
ックっていうのは、うん、ちょっとこう私には縁遠いものではあったんですね、うん、ただ父親、私はもともと歌を歌っていて、で大学卒業したら留学をしようと思ってたんですけど、うん、その大学卒業1ヶ月前に父親がちょっと倒れまして、で、その会社を何とかしなきゃいけないって言って入ったんですが、はい、周りに35人の、その、職人さんたちがいるんですよね。うん、はい、で、彼らからすると、私は社会のしの字も知らない社長の娘なわけですよ。うん、で、これを私がこの、覚悟を見せるためにはどうすればいいんだろうって思った時に、うん、あ、じゃあトラック乗ろうと思って乗ったのがきっかけなんですけど、やっぱり金型を扱う工場の、トラックなので、私は白ナンバーだったんですね。納品をするためのトラック。そうです。はい。そうです。そうです。はい。そっか。そうすると、まあ、工場で荷物乗っけて、うん、で、お得意先に、こう、回っていくだとかっていうことそうですね。で、回っている時に、サービスエリアに、こう、いつもの時間、いつものサービスエリアに行くと、いつもの顔ぶれが私のことを待っててくれてたんですよ。それが物流のそのドライバーさんたちで、もうあいきちゃーんって言いながら、うん、で、芋食えとか、そう、天童よしみのカセットテープくれたり、へそうそうそう、こうで、みんなで、みんなっていうかね、2、3人歯がなかったんですよ。ほうほうほう、何言ってるか正直わかんなかったんですけど、そこで彼らの大変さみたいなのを知って、うん、で、まあ、こうね、自分の活動をしてたんですけど、ひょんなことから、まあ、ライターになって、で、こう、ちょっと、ネタ切れの時に、その彼らのことを思い出して、トラックの書いたら、ことを書いたら、すごい反響だったんですね。そこからずっとこう、トラックのことを連載するようになったっていう感じなんですけどね。だから書いてらっしゃることはトラックはね、やっぱ、うん、スポットライトも浴びた部分もあるし、うんうん、それもあるけど、それだけじゃない、いろんなジャンルを書いてらっしゃるわけですね。はい、物流ライター というわけではなく、うんうんうん、本当にいろんなことを、人権問題とかそのジェンダーの問題とかっていうのをすごく書いてるんですけど、うんうん、業界にね、やっぱあまりにも問題がちょっと多すぎるので、はい、で、個人的なあれなんですけど、私書くのが遅いんですね。なので書くものって言ったら、もうなんかだいぶちょっとトラックだけになってきてしまってるんですが、はい、いろんな社会問題っていうのをこう追いながら、うんうん、はい、ライター活動してます。その部分でこのツイッターのプロフィール一番最初に初期係って書いてらっしゃるのはまさにそこの部分いろんなことをまとめて世に、はい、そうです、そうです。なんかね、ジャーナリストって言われたり、うん、するのはなんかね、型にはめられるのがすごくあんまり好きじゃなくて、で、フリーライターって今までは一応一番ベースというか、まあこう分かりやすいってなったら、まあライターなのかなと思ってたんですけど、それでもなんかジャーナリストとライターの間がないというか、なんかこれちょっと言い方変えた方がいいなと思って、今自分のこと俯瞰してみたときに、あ、初期係だなって思って、もう皆さんいろんなこう実体験寄せてくださいねと、そうそうです、それをまとめて板書しますよっていう、そうです、そうです。で、その板書したものがなんか自分の中に記事として出してるっていう感覚で今活動はしてますね。で、その本当さまざま書かれてて、まあ、トラックについてっていうのも多いですが、はい、まあ、ヤフーだとかいろんなところでね、はい、こう連載持たれていらっしゃる、うん、ま、連載というか、まあ、はい、記事を書いてらっしゃると思うんですが、うん、この間の八街の、あの事故に関してっていう、はい、あれも相当難産だったようですね。あれ難産でした。でも、うん、この、まあ、飲酒で運転するとはもちろん絶対悪なんだよっていうのをこう前提とした上で、はい、で、そのこう、後ろにある部分まで、なんか、こう、入り口で絶対悪なだけに、こう、そこを叩くことで終わってしまうだと、社会が変わらないなっていう、なんか、本当に、そこまできちっと覚悟を決めた上で書いてらっしゃったな、というふうに思って。もうあれは覚悟を決めましたね。絶対炎上するっていうことは分かった上で書いたので、本当媒体さんには申し訳なかったんですけど、ただ絶対これは書かないと、ドライバーさんのためにもならないし、社会ね、結構コメントであったのが、その亡くなったお子さん二人のことを考えたら、そういうことよく言えるなっていうふうに言われてたんですけど、あの記事をよく読んでいただきたいんですね。で、この構造的な問題をそのままにしていたら、2人どころか今後200人、2000人って絶対に増えるから、それを
ちょっと本当に、あの、表面上の問題、表面で、その、あの、飲酒の死亡事故が起きましたっていうところだけ見るんじゃなくて、なんでトラックドライバーさんが、車内で飲酒をしなきゃいけない状況にあるのかっていうことを、これは業界だけの問題ではなく、社会的な問題だと思うので、本当にこれは炎上することは分かってたんですけど、炎上しないと分かんないんだったらもう炎上するしかないと思ってちょっと書いたんですけどね。先ほど言ったそのあの長距離のドライバーさんたちは何日も家を空けて、うん、で仕事をしなければならないっていうところと深くこれはつながってくる話で、だからあの今回のあの事故とは少し切り離して俯瞰で見なきゃいけないんですが、はい、その家を出て、仕事をするってことは普通の人だったら出張で家を空けますと言ったらホテルに泊まりますよねっていうところが、じゃあドライバーさんどうしてるんですかっていうところですよね。そうなんです。だから、あの短い方、長距離トラックドライバーさんっていうカテゴリーがあるんですよ、うん、あのトラックっていう仕事には。で、地場配送とかその私が乗ってた白ナンバーとかっていうのはだいたい1日で、うんうん、あの仕事が終わるのでお家に帰れるんですけど、やっぱ長距離トラックドライバーさんっていうのは数日で、長い時は6日間、144時間、1運行144時間以内っていうふうには決まってるので、その中、まあ、ちょっとね、あの超えてしまう会社も、まあ、どうしてもあるんですけど、そうするともっと長くなる。その間家に帰れない。で、トラックのその車内の中、あの車内にはあの冷蔵庫とか電子レンジとか鍋とかをこう入れてるドライバーさんもいるんですよね。もう要は中が仕事場でありお家なんですよ。で、そこでトラックの、あの、長距離のトラックドライバーさんには、翌日までに、就業、あの、仕事終わったね、その日から次の日までに、連続最低8時間の休息期間っていう時間を設けなきゃいけないんです。で、この時間っていうのは、完全に自由が認められていて、保障されているんですよね。で、そこを彼らにお酒飲むなっていう風にしちゃうと、これはやっぱり人権侵害に関わってきちゃうし、労働関係のね、あの、はい、法律にもやっぱり絡んできちゃうので、じゃあ彼らがそもそもなんでこの飲酒を車内でしなきゃいけないのかって考えたら、やっぱり駐車場が少ないっていう、トラック、あの、周りにね、幹線道路の周りには、ホテルはいっぱいあるんですよ。ただ大型を止められる駐車場がやっぱりないので、ね、ここ泊まりたいってなってもやっぱりするしかないっていう状況になるので、それはね、泊まってでそこで風呂があって、でリラックスできれば別にお酒飲まなくたって眠れるし、ぐっすり眠れるだろうっていう話なんだけど、そうなんです。じゃあそれが叶わないときにどうするかっていうところ、うん、そうなんですよ、うん、で、まあね、あの飲酒に関するこう制限があるのってトラックドライバーさんだけじゃなくて、お医者さんとかね、はい、パイロットの方、今ちょっとまだ取材あのしてるんですけど、彼らに、うん、と同じようにね、何時間前はお酒飲んじゃダメとか、アルコールチェックをね、はい、したりするあの環境はあると思うんですけど、トラックと彼らを比較すると、うん、やっぱりちょっと待遇が違うっていうのも引っかかるところではあるんですね。特にパイロットさんとかっていうのは、貨物パイロットさんもいらっしゃるし、はい、で、バスドライバーさんにもね、お話よく聞くんですけど、バスドライバーさんも自分たち同じようにお客さん乗せて走ってるのに、なんでこんなに待遇が違うんだっていう話をよくするんですよ。なんか、そういうところもちょっとなんか、なんでだろうなって、同じ命をね、こう、あの、危険な仕事をしている中で、こんなに違いが出るのはなんでだろうとかね。ただ彼らもやっぱり過酷なお仕事環境なので、同じようにアルコールで失敗というかね、いろんな問題を起こしてしまう、あの方々もいらっしゃるっていうお話は、はい、よく聞いてますね。タクシードライバーさんに私話聞くことがあるんですが、はいはい、朝の番組やってると、うん、出勤の時に必ずタクシー乗ってこなきゃならないんで、うんうん、やっぱ出航の時とか天候の時には、はい、あのアルコールチェックがあって、はい、あれがこう針が少しでも触れちゃうともうダメっていう、はい、で2回やったらアウトになってクビになりますっていうような、はい、あの会社もあったりとかするってことですけど、うん、これだからそのなんかアイディアとしてね、あの事故があった時にもいろいろラジオでもいただいたんですが、うん、そのイグニッションとアルコールチェッカーを連動させて、うん、こう反応するようだったらもうエンジンかからないようにしたらどうかとかっていうのもありましたけど、この辺って現実的ですか？現実的、あの、できると思います。ただ、
大型のトラック、まあ大型だけじゃなくてトラックの種類には冷蔵冷凍車っていうものがあるんですね。あ、はい。で、その冷蔵冷凍車っていうのはエンジン切っちゃうと冷凍機能も失っちゃうのでアイドリングしっぱなしっていうことになるんですけど、じゃあエンジンかけっぱなしの時にお酒飲んじゃったらあんまり意味ないよねみたいな。そうそう、だからそのなんかこう連動させるっていうのは一つの案としてすごく有効だと思うんだけども、さらなる開発が必要だと私は思いますね。なるほど。で、まあこれ、まあオリンピック等々、あとコロナの影響っていうのもね、行きたいところではありますが、はい、でこれそもそも論として業界全体としてのその、納期をきっちりこう守らなきゃなんないけど、そのための車待たしとくところがないとか、そうなんですよ。もういろんなのが積み重なった上にコロナがあって、オリンピックもあるっていう感じなわけですよね。そうですね。だからオリンピック、まあ、64年に1回あったけども、はい、今のこの状況でオリンピックをやるっていうのは、初めてじゃないですか。だからなんかそこを、本当どうなるかっていうのは、ほとんどちょっとこう、みんな、その業界の人たちも含めてどうなるっていう断言はできないんですけど、はい。でも値上がりの対象として、はい、トラックドライバーさんたちはその対象外にはなったんですね。首都高の。そうそうそう。ただ、影響は結構出ると思っていて、その、上って言い方するんですけど、高速と、はい。で、下道、その一般道。で、どちらも出ると思ってるんですね。で、下道は、はい、今まで、高速に乗っていた一般の車が下に降りるので、必然的にやっぱり影響は出ると思うんです。で、一番影響あるのはやっぱり宅配とか、時間帯指定をこうやっぱしてくるじゃないですか、その消費者さんは、そこに間に合うかどうかっていう問題が出てくると、ちょっと、多めに見てねっていう気持ちはどっかにある。で、一方、上も、実はトラック、って荷主さんがね、8時とか朝の8時とか朝一番にこう納品してくださいっていうのがすごい多いんですけど、そうすると必然的にトラックドライバーさんって深夜に走るんですよ。で、この8時半に目指していくと深夜に走る。ただその今回オリンピックでその深夜割引が 50% っていう風になったので、ここ目指して一般の人が深夜に走ると混雑する影響。あと、その時間を待つために、サービスエリア、パーキングエリアが混むんじゃないかっていう予想は今ちょっとしてます。深夜割が0時から始まるぞっていう風になると、うん、0時ギリギリまで高速に乗っていれば深夜割適用になるから、0時ギリギリを目指してトラックが手前で止まるっていう。そうです。もう実際今、その深夜割引でサービスエリアとかがトラックでいっぱいになってる。で、23時59分にもう走ることをやめて出口で待ってるトラックさんとかすごく多いんですよ。これに一般車が参戦するってことになるので、なるほど。ちょっと、はい、難しいところですね。これはね。ね、いや、その辺も含めてトラックドライバーにも言わせてもぜひ読んでいただきたいですし、また橋本さんのツイッターを見るだけでも、東京料金所のね、はい、映像とか、そうですね、いやー、こういうことが起こってたんだっていう、ちょっとご覧になってみてください、はい、今日は元トラックドライバーでフリーライターの橋本愛希さんにお話を伺いました。またぜひお越しください。ぜひお願いします、はい、どうもありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。7月15日木曜日、時刻は午後5時を過ぎました。改めましてこんにちは、日本放送飯田浩司です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛坊さんがここに帰ってくるまで毎週木曜日飯田アナウンサーとお送りしていますが、5時になりましたので生存確認テレフォン5時の辛坊です。お送りします。さあ、衛星電話にお電話しますよ。はい、またいつもの NTT コミュニケーションズの、あ、来た来た来た、お姉さんが出てきましたね。出てきましたね、ここまで来れば安心かなという感じですけど、夜10時ぐらいですかね、辛坊さんね。そうですよね、もうハワイのすぐ南。いや、本当ですよね、これ見るとハワイ見えてるのかっていう、ね、ぐらいに見えますけど。もしもし、もしもし、伊田です。はい、ご苦労さんです。辛坊さん、ハワイ間近ですね。
海の南を通過中ですね。見えました？でもね、うん、地図上っていうかね、どんな縮尺で見てるかわかんないけども、はい、近いように見えても、100キロぐらいは離れてるんだよ。100キロぐらい離れてますね。全然、うん、携帯電話とか通じないしね。これ以上近づくと、領海入っちゃうとさ、アメリカの領海に入ると、はい、また日本、日の丸立てて、うん、通行して、実はサンディエゴの時もそうだったんだけど、サンディエゴに近づくと、はい、アメリカのコーストガードの船が近づいてきて、無線で、どこ行くつもりだとかって聞かれちゃうんだよ。ああ、なるほど。無害通行であっても、一応、こう、動向確認みたいなされるんですね。そう。だから、サンディエゴに入港する、10時間ぐらい前から、レーダー見てたらさ、はいはい、5マイルぐらいだから、距離で10キロぐらいのところをさ、うんうんうん、なんか船が通ってて、無線がピーピーになるんだよ。ほーで、出たらさ、はい、あんた、お前どこ行くつもりだって言うから、なるほど。いやいや、これこれでって説明しなきゃいけない。だからね、領海に近づくと結構めんどくさいし、ハワイの、まあ、近所って結構岩礁もあるんで、近づくと危ないから、もう、言わないんなら100キロぐらい離れて通過しようかなっていう感じですわ。なるほど。それお前どこ行くんだとかそういうのって当然英語で聞かれるんですよね。おいえー。おいえー。しぼさんそれ英語で答えたんですか。俺はサンディエゴに行くつもりだぜ、いえーみたいな。しょうがないじゃないですか。日本語で言ったってわかんない。そりゃそうですよね。そうでしょう。そっか。じゃあ、あれって国際、何でしたっけ、無線チャンネルみたいな16チャンネルでしたっけ、なんか。16チャンネル。そう、16チャンネル。無線の16チャンネル。だから16チャンネル、その時にはね、まずとにかく16チャンネルっていうのはいつでも上げとかなきゃいけなくて。上げといて、モニターしなきゃいけないってことですね。16チャンネル上げとくと、うん。で、まあ今もう切ってますけどね、電源が持たないんで。だけどまあ近づくと入れるよね、電源。そうすると16チャンネルで呼びかけてきて、で、その時に、16チャンネルって周りの船もみんな聞いてる船、無線なんで、すぐにアメリカのコーストガードが、13チャンネルに移動しろって言うんだよね。個別の部屋に移りましょうみたいなことですよね。そう。で、無線機をすぐに13チャンネルに合わすと、その13チャンネルでお互いやり取りする。へぇー、面白い。結構だからね、めんどくさいんだよ、これ。そういうことをするのが。そうですよね。近海に来るとと。もう今、オリンピック体制で常に16チャンネル開けといてくださいねって海上保安庁がずっとこう出してますよ。この東京の近海も。そうなの？そうなんだ。もう辛坊さん、まあね、帰ってくる頃にはオリもパラも終わってるかなって感じですかね。パラは終わってないじゃないか。パラって9月じゃないか。パラ9月ギリギリ1週目は被りますんで、そのぐらいですか。多分今の航路 で今の風速で計算するとね、はいはい、おそらくね、うん、30日プラスマイナスで小笠原に着くと思うんだよね。ほう、これから30日プラスマイナス。だからね、小笠原に来てね、ぼやり取ってくれるんだったら、うん、日本までは乗せてくよ。マジっすか？いや、マジっすかってちょっと待った。なるほど。そうだ。いいっすね。あれ、でもそうすると小笠原で入国ってことになります？あのね、どうもね、うん、俺の調べたデータでは、小笠原で入国できないっていう話だったんだけども、サンディエゴでもう一遍、いや、サンディエゴでもう一遍調べてもらったら、はい、今、小笠原で、入国手続きが全部できるって話になってて、だったら小笠原で入国手続きをして、うんうんうん、そうするとね、大阪はもう、スッと入ればいいだけの話なんで、もう一遍確認してもらって、小笠原でね、入国手続きができるんなら、小笠原ゴールにしようかなとちょっと思ってんで、小笠原について、あとはもう台風対策で、低気圧余計で、だからそういう意味でね、小笠原ちょうどいいんで。でね、小笠原に行こうと思うとね、週1便小笠原丸っていうのが出てるわけです。はい、出てますね。出てるよね。あれ1日かかるんだよね、確かね、東京から。そうですね、ほぼ24時間かかるってことですよね、確かね。稲君。何ですか？ちょっと、小笠原で待っててくれ。マジっすか？それいいなぁ。でも、ホエールウォッチングしながら、あとは大阪に行くっていうね。ね、小笠原、大阪間はね、4日で着くと思うんだな。4日、最大5日。だから、
小笠原丸で行くと週1便だから、1回行くと1週間絶対帰ってこられないんだけど。なるほど。逆にうちの船で帰ってきた方が早いかもしれないよ。なるほど、はい。あ、金曜日11時発っていうのがあるぞ、東京発。何着してるんですか。ちょっと悪くないだろう、話として。8月20日、金曜日発あるいいよ。ちょっと個人的にそういうことは、計画してください。じゃあ、辛坊さん、お天気をお伝えしますよ。お願いします。はい。これから風が強まる予報が出ています。明日の夕方以降、はい、平均20ノット、最大30ノット程度まで風が強まって、その後2日ほど続くようです。ただ、近くで低気圧が発生したりですとか、お天気が荒れるということではなくて、ま、ハワイ島にぶつかった東からの風が、島の南北に分かれて、島の南側で吹く風となって、束になって強まるということですから、まあ、程よい感じですかね。辛坊さんが、ほら、なんか何も考えられなくて、ぼーっとしちゃって、余計なことをね、そうだね、しないようないでもね、でもね、もうすでに、ここ結構風吹いてるよ。あ、そうですか。結構な風吹いてますね。だから、もうこの船のスピードもどんどん上がってきてんだよね。もう、いやいや、でもまあ、そんなんで。じゃあ、小笠原で待ってっから。待ってっからっていうか、飯田君が待ってて、もやいを取ってくんないと困るんだな。もやいは取れないんですけどね。よろしくね。はい、じゃあ、気をつけて。ありがとうございました。はい、ありがとう。ありがとうございました。どうもなんか具体的になってきましたね。ちょっとね、新たな情報がまた入りましたけれども、ね、小笠原は羨ましいっすね。もう何見てるんですか。いや、もう小笠原海運のですね、この小笠原丸の時刻表を見ていたんですけども、楽しんでください。空想で、ね、東京は火曜と金曜出発なんですよ。でいずれも11時発ってことなんだよね。これいいんじゃないの。ちょっと現地土曜日11時に作ってよね。そうですか。来週も生存確認テレフォン5時の辛坊です。お送りします。日本放送ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。自民党の二階幹事長が韓国のムンジェイン大統領の来日を要請。自民党の二階幹事長が昨日、来日中の韓日議員連盟のメンバーらと会談し、来週金曜の東京オリンピックの開会式に合わせたムン・ジェイン大統領の来日を要請しました。韓国の議連側は、今検討しているところだと応じ、ムン大統領が来日した場合、本格的な首脳会談が行われるかが焦点になりそうです。まあ、オリンピックのね、開会式あたりで、どういう人たちが来るのかっていうのは、まあ、オリンピックを舞台にする外交みたいなものっていうのは、まあ、前回の冬の、ピョンチャンオリンピックの時も北朝鮮から誰が来てどうするんだとかいう話とかね、ニュースになるところで、あります。で、まあ、二階幹事長今回要請ということ、まあ、二階さんは、ムンジェイン政権の中でも、まあ、情報機関のトップだとかに対して、まあ、昔からのこうパイプがあるということもあるので、まあ、その辺も含めてということだろうとは思うんですけれども、はい、まあ、これね、まあ、首脳会談が行われるかどうか、まだね、何が決まっているというわけではないということであります。うん、で、これ、ちょっと今回変わってるなと思うのがですね、まあ、大体いつものパターンだと、韓国側のメディアからですね、日韓首脳会談が行われてこんなことが話し合われるんだ、みたいなことが出てきて、で、それに対して日本の外務省が、いや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 、何も決まってないですよ、まだ、っていうふうに、火消しをすることが多いんですけれども、今回はですね、なんかむしろ、まあ、日本側がこういろいろ報道する中で、韓国側がまだ何も決まってないのに、はいはい、韓国側がいろいろ日本側がいろいろリークして我々は困ってるのだ、うん、みたいな、はいはいはい、ことが、出てきて、いるということで、うん、なんか今までと攻守が逆転してるなという感じなんですが、それこそですね、この間 G7 のサミットの時も、うん、ムンジェインさんも、まあ、オブザーバーという形で来てました。で、首脳会談が行われるだどうだみたいな話が観測気球がいろいろ上がりましたけれども、まあ、結局そこにいたんでどうもって言って、挨拶だけ交わしたという形になっていて、まあ、これはもう規定の路線だったというような、はい、話なんですけれども、まあ、今回もそうなるのか、それともちゃんとしつらえて、場所を作ってやるのかというところですけれども、まあ、日本側としてはその
先週の募集校、まあ、向こうでは徴用工という話をしますが、まあ、これに関しての裁判の進み方というか、まあ、これは、日韓請求権協定でもうすでに、済んだ話でしょっていうところのことであったりとか、うん、まあ、慰安婦問題だったりとか、これも、日韓の合意、双方の外相官でですね、合意の発表まであったのにまたゴールが動かされてるぞって話だとか、こちら側からすると全てボールは向こう側にあるんで、なんかしてくんない限りはちょっとね、だってそういったってあったところで進展なしじゃないですかと、何話すんですかっていうことでもあろうと、まあ、思いますんで、日本のメディアもですね、本格的な首脳会談が行われるかが焦点となりそうですというふうに書くんですけれども、うん、ただそれ中身のある話ができるかどうかっていうのはこっちにボールはないからねっていう話なんだろうなというふうに思います。それから、まあ、オリンピックに関してオリンピック外交という部分でですね、アメリカからは、バイデン大統領のジル夫人が、来るということが出てきております、はい、で一方中国はまだ誰が来るかっていうのは、出てきてないんですが、一部報道では、孫春蘭という、まあ、副首相の方が来るんじゃないかということが言われています、はい、まあ、ソチのオリンピックの時には、まあ、あの時は、2014年ですんで、まあ、習近平国家主席が、まあ、就任して間もないというようなこともあったんで、習近平さんご自身が言ったと、まあ、これはロシアと中国の関係性をこう見せつけることによって、西側諸国牽制というような意味も当然あっただろうというところなんですが、一方で18年の平昌のオリンピックには、韓正さんという、まあ、この人は筆頭の副首相と、いうふうに言われている人が来ております。まあ、今回それに比べると格が落ちるじゃないかみたいなこともまあ言われておりますけれども、まあ、ただスポーツ担当の一応この副首相であるということなので、まあ、その意味では、妥当な線ではあるのかというところでもありますし、うん、まあ、ここで格云々というようなことを言うようなことでもないのかなということで、さらに言うとですね、じゃあその次の、北京の東京オリンピックに関しては、少なくとも外交に関してはボイコットしようじゃないかというような、話がアメリカで出てきますし、またそうじゃなくて、部分的な選手の派遣も含めてのボイコットに関してというのも、まあ、これ、特にね、人権問題について、非常に、関心の高いヨーロッパではすでに議論のされているところでもあると、いうことでもあるので、まあ、その辺も見ながらの今回のこうオリンピックのオリンピック外交とこういうものになっていくんだろうというふうに思います。頭脳でした。今日のエンディングリクエストは、こちら新潟県からいただきましたカズさんかな、45歳カズさんかもな、カズさんかな、はい、からいただきました機動戦士ガンダムのエンディングテーマ永遠にアムロであります、うん、辛坊さん今はどうか、どうか振り向かないで日本に向かってください。ホワイトベース、もとい、カオリン5をちゃんと操舵して、無事帰国できることを祈っております。そういう思いが込められていたんですね。なるほど。そうですか、そうですか。振り向くな、ジロー。ジロー永遠にジロー。ちょっと、バカにしてる。バカにしてる。バカにしてるだろ。応援してるんですか。まあ、あと、1ヶ月ちょっとだというふうにね、辛坊さんは計算上言っとりましたけれども、うん、果たしてきちっと帰ってきてくれるのかと。帰ってきてくれますよ。ね、ちゃんと。そうですよね。帰ってきてくれないと本当に困りますよね。そうですよ。そうじゃなくたって、今はだって延長戦やってるようなもんなんだから。そうですよ、そうですよ。壮大な延長戦ですね。壮大な延長戦ですからね。本当、はい、いい加減蹴りはつけてもらわなきゃ。本当、はい、さあよろしいですか、はい、お聞きの日本放送この後はショーアップナイターをお送りします。今夜は松山坊ちゃんスタジアムからフレッシュオールスターゲームをお送りします。解説は野村博さんで、実況が日本放送の大泉健太アナウンサーと小永井和穂アナウンサー、若き2人がね担当しますよ。フレッシュな2人がっていうところなんですけれども、うん、とはいえこの2人もう結構そうそういっぱしに実況やっててね、
はい。ねえ、うん。というところですんで、ぜひお聞きいただければと。もうね、坊ちゃんスタジアムには各球団のマスコットも揃っていて、我がタイガースからはですね、キータ君っていう。キータ君。メインはトラッキーっていうのがいて、うんうんうん、で、あと、女の子ですね、ラッキーちゃんっていうのがいるんですけど、はいはいはい、さらにその、まあ、トラッキーの弟だったかな、確か。キータっていうのがいてですね、まあ、その、一番下の弟分みたいなのが言ってるっていうね。そこがやっぱりこうタイガースいろいろキャラクターいますから。そうなんです。そうなんですよ。まあ、読売はね、ジャビットが言ってるみたいですけど、うんうんうん、もうジャビットがどこでもジャビットが行くしかない、ね。いいじゃないですか。読売は。はい、それで明日は。ごめんなさいね。はい、明日は、OK コージアップ6時からでございます。うん、コメンテーター内閣官房参与で外交評論家三宅邦彦さん、日米豪印クワッドによる合同演習タリスマンセーバーが始まったということなどなどですね。うん、外交について深めていこうと思っております。はい、そしてその後引き続き聞いていただきますと、8時からは春風亭一之助さんとお送りします。あなたとハッピーです。こちらもぜひお聞きになってください。はい、あ、そして月曜日のズームは助っ人パーソナリティ立川志らくさん、はい、ゲストは前東京都知事で国際政治学者の増添陽一さんです。うんうん、おー、オリンピックとかどう見てるんですかね。というわけでズームそこまで言うか、ここまでのお相手飯田浩司と増山さやかでした。明日の浩司も聞いてちょうだい。